さあ皆様ごきげんよう。今日もテゲテゲ日よりご覧いただきありがとうございます。さあ本日の Vlog テゲテゲ散歩はですね、宮崎県の高千穂町からお送りします。いや久しぶりですね。いつだったかな、疫病が流行る前だから2019年だったかなの冬に、こちらに来て以来なんで、2年弱ぶり、ということになるでしょうか。ちょっとね、やはり高千穂、ちょっと肌寒いですね。半袖で来たことをちょっと公開しながらウォーキングしていきたいと思います。実はこの高千穂町、私仕事でもよく来ておりまして、来ておりましてというかね、来てました。昔ね、その時に使ってたホテルがここですね、金谷ホテル。まあ非常に小さなホテルなんですけども、値段がものすごく安くて、で当時、まあ、10年以上前ですけども、今は違うと思うんですけどもね、当時はですね、仕事が終わって、飲みに行って帰りが、まあね、遅くなるわけですけども、夜10時を過ぎたらもうね、ホテルのスタッフがいないと、で部屋の鍵はですね、フロントにこう並べておいてある、そんな感じの、まあ、非常にね平和な街ですからね、高千穂はね、そういう、思い出もありますね。あとラーメン屋、今あるかどうか分かりませんけども、ドラゴンっていうラーメン屋だったかな、ラーメン食べてチャーハンを食べてると、マスターがちょっといっぱい飲んでくるから頼むわと。私たちは初めて行った店なんですけども、マスターが30分ぐらい離れると、その間お客さんが店番をすると、まあ、そういう、まあ、そういうのも悪くないですね。そういう思い出がある、そんな高千穂ですけども、いやなんかやっぱいいですね、なんとなくこの雰囲気。あ、カラオケやレインボー、あ、覚えてる。あ、ここも10年ほど前に行った記憶がありますね。いやなんか嬉しいですね。こう昔、それも10年以上前に行ったお店がまだ残ってるっていうのが、なんか、あ、なんか感動しますねこれは。さあそして今日はですね、天の岩戸神社と天の安原もすでに行ってきたんですけども、今からですね高千穂神社の方にお参りに行ってきたいなと思っております。結構あるかな、いやちょうど1キロぐらいだから、Vlog 撮影にはちょうどいいぐらいの距離なのかなと思っております。ちなみに本日はGoPro Hero 10、でモードはですね、あ、画質は 4K の30フレーム、モードはリニアの水平維持、これをメインで撮っていきたいと思います。カラーはナチュラルですね。
ここは直販所ですね。ちょっと行ってみますね。あ、見た。さあ、蒲田瀬市場という直販所ですね。そこでちょっとね、野菜を買ってきました。あと三橋の蜂の巣も、切ったやつが1500円で売ってるんですけども、ちょっと暑い中だと溶け出してしまうということで、帰りにねまた寄っていきたいと思います。高千穂の飲食店事情なんですけども、なんかこの Vlog をスタートした地点、その辺にもね一応町の中心部で居酒屋もたくさんありますし、あとね私がおすすめするのは、地元のその特別な特産品とか扱ってるわけではないんですけども、あります、ここ見えますか、メルヘンという喫茶店ですね。ここのハンバーグカレーとか、それだけじゃないんですけどね、そういう洋食系ですね、喫茶店のものすごく美味しいです。ぜひそういう居酒屋とかそういう地元飯、そういうのに飽きた方はね、ご利用されるといいかもしれませんね。さあ今日の Vlog のゴール地点、高千穂神社が見えてきましたね。この交差点の角っこが高千穂神社の入り口になります。今日は神楽祭りとかやってるみたいですけどね。車がすごい多い。さすが観光名所ですね。
さあということで、ちょっと高千穂神社にも寄ってみたんですが、人が多かったのでまた後でね寄ってみたいと思います。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。